写真家の小川誠です。実はしょげてます。はい、基本的に私はパソコンからスマホから何でもかんでも独学です。はい、自分でやってみて失敗してそれを乗り越えてっていう作業が好きなんですよね。なので人に何か教えてもらうっていうのは本当嫌いというか苦手なんですけども、今回はそれが裏目になってしまいました。ですね、Kindle の本、3月31日から4月1日の夜の間にダウンロードされた方、ごめんなさい。実はですね、私はね、Kindle の本って、著者が最新版にアップロードすれば、購入された方のデータも再ダウンロードすれば、最新版にアップデートされると思ってました。しかし、そうじゃなかったんですよ。今のところ調べてるんですけども、Kindle Unlimited とか、Amazon のね、読み放題プランで読まれてる方は、毎回ダウンロードするたびに最新版がダウンロードされるらしいんですが、それもちょっと未確認なんです。はい、らしいんですが、購入された方は、一度購入された時のデータを、何回ダウンロード、再ダウンロードしてもそのデータしか届かない。つまり、私がいくら最新版をアップデートしても、届かないんです。そう、私はね、著者が更新すれば再アップロードで済む、再ダウンロードすれば最新版になると思い込んでました。まあね、ウェブの世界はそうなのでっていうんですけども、電子書籍の世界はそうじゃなかったんです。そう。そこで、まあ、どうしようって悩んでいますが、実際は購入された方が Amazon に、事情を話すと、解決するらしいんですよ。まあ、それでその解決する方法に関しては、私自身が実際にやってみてから、ブログでまとめて、こうやってくださいっていうふうにお知らせしようと思いますので、まずは3月31日から、4月1日のお昼過ぎ、夕方だな。私が最終的に見たのは、夜の7時、8時ぐらいなので、その間にダウンロードされた方は、ごめんなさい、ちょっと中途半端な内容でアップされてます。はい。解決方法に関しては、後で、ブログにまとめて、そう、それでね、2日3日後ぐらいにブログにまとめてまたご連絡しますので、それを見て対応してください。で、まだダウンロードしてない方は、これからダウンロードしていただければ、最新版が届きますので、ご安心ください。以上、ガッチャンでした。写真家の小川誠でした。ついつい間違えちゃうんですよね。